はい、どうも、カリエです。久々にスクラッチの新イベント、来ておりました。まあ、ユニット自体はね、結構前から追加はされていたんですけども、ようやく登場、フィンドルですね。新ユニットフィンドルが今回、当たりユニットとなっております。ごく成功祭ですね。やっていきたいと思います。今回ラインナップ、どうなってるんでしょうね、これね。めちゃくちゃパーセント高いんですよね、全体的に。まあ、フィンドルがね、今回、まあ、新ユニットで、当たりユニットなんですけれども、まあ、2%、まあ、一番低いんですけれどもね。ただ、まあ、ラインナップ自体が、まあ、割と全体的に少ないっていうところと、で、この辺、星6の水木やらベルンやらがね、2.5% とか 3% とかで出てくるっていうね、なんともすごい確率になっておりますというところで今回引いていきたいと思います。狙い目はとにかくフィンドル、ですね。まあ、まだ未所持新ユニットのフィンドルを狙っていくのと、ちょっと下行ってもらうとここにイチカっていうのがいるんですよね。このイチカっていうのが俺まだ取れてないんですよ。はい、なんで、今回はこの2人を狙ってね、ちょっとスクラッチ引いていこうかなと思っております。なんでここでデータ取得中になるかな、ちょっと一回カットします。はい、こちらのユニットですね。はい、こちらがね、まあ、当時新ユニットとして出てきた時に、ゲットできなかったユニットなんで、まあこれも、まあ出てきてくれたらなという感じでございます。まあまあ、一番の狙いはフィンドルなんで、まあフィンドル自体が出てきたらまあ、いいかなっていう感じなんですけれども、行きましょう。まず一発目の9連、まあ3、4回ぐらい目処で行きたいな。まあ、結構出やすいっていうのを聞いてますんで、どうでしょうね。まあ、一発、二発ぐらいで出てきてくれるとすごいありがたいんですけども。行きましょう。虹が出たら、ベルンか、水木が出てくるってことなんですけども、早速虹が1体、2体。マジか、どんだけ出んねん。行きます。さあ、まあ、この中にフィンドル出たら、あー、血をつるゼロ。シャドウ、水木、ウィン、うわ。やばい、これ一発シートで終わるかもしれないですね。はい、ということで、初ゲットフィンドルですね。風属性でございます。魔物族ですね。進化しても魔物族一つの種族だけですね。はい、まあスキル、簡単にちょっと見ていきましょうか。風属性または魔物族のヒットポイント 3.5 倍と攻撃力2倍、さらに、味方の 1,2,3 パネルスキルすべて成立した時が攻撃力3倍、まあ合計で、6倍となっておりますね。はい、まあ 1,2,3 パネルスキルなんで、まあ魔物なんで、まあファティマとかとも相性いいですし、3パネルスキルはまあ自身を持ってるったりもするし、あと安綱とかでもいいかもしれないですね。で、アクティブスキルが、敵全体50倍の数属性貫通攻撃と、敵全体が受けるダメージを2倍にします。SP 消費にあるけど、まあ、スキル上げして、マックスまでいったら9ターンで使える感じかな。はい、これもいいですね。9ターンかな ?10 ターンかな。はい、めちゃくちゃいいですね。で、風2枚で、特大ダメージ与えるっていうのと、闇と水と風で闇属性ダメージ与えれます。まあ、多色でも使えそうな感じですね。めちゃくちゃいいですね。まあ、ブーストで、右から3枚が闇、水、風になるということで、まあ、弾の目合うみたいな感じになってますね。ブーストに決めれば、また同じパネルが出てきますよっていうところですね。で、リンクパッシブがリンクフルライフ、5ですね。ヒットポイントが最大の時、ベースユニットの攻撃力2倍足らなるということで、まあ、オリジン、再生進化したオリジンと、同様の能力を持っておりますよというところですね。はい。で、大丈夫かなこのワンシート。すごい、いけつないシートになってたりしないかな。いきまーす。はい。はい。水木が挟まってますね。水木2体、ゼロ2体、フィンドル1体、シルフ1体。なんか精霊王シリーズ多いな。ね、シャドウも1体。で、チオツル1体、ゼクス1体ですね。いや、神シートだぞ、これは。まあ、出てくるのは結構当たり前なのかな、このパーセントだったら。それにしてもすごいよな。何もう一体ぐらい、もう一回ぐらいちょっと引くねえ、まあ、せっかくだし、一か狙って、もう、一回ぐらい引いていこうかな、じゃあ。じゃあ、ラスト9連いきまーす。さあ、どんなもんでしょうかね。いきますね。まあ、金額ですよね、一かは。いきまーす。ほい。
ッケーオッケーオッケー。まあまあ、金枠こんだけあったら、まあ、出てくる可能性もある。3.5%。はい。どうでしょうか。ラインナップは少ないから、いけると思うんだけど、おー、クローリー、ヤシロ。この辺の水辺出てきましたね。あ、でもありがとうございます。これは嬉しいな。そんなもんか。もうやめとこうか。はい。ということでね、まあ、ワンシートで、目標の、フィンドル、ゲットすることができました。プラス、ミズキもね、2体ゲットできたので、まあ、魔物キラー持ってる、一発も持ってる、なんで、これはもう、実用として、活用させていきたいなと思います。はい。ということで、じゃあ、今回のボックス成功祭のスクラッチ、はい、以上で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。お疲れ様です。バイバーイ。